日本中部地方山と山県東都並郡と山県、東都並郡の範囲東都並郡は、都山県にあった群。1896年に行政区画として発足した当時の軍域は、おおむね以下の区域に相当する。越中国の南西部全域を占めていた都並群が、1896年の軍政志向の際に、当時の政治家、 上野安太郎によって、西都並軍と東都並軍とに分けられたものである。軍役所は出町に置かれた。1、北山田村2、山田村3、南山田村4、小賀村5、上花町6、野見村7、平村8、上平村9、戸賀村10、神田尾村11。 東山見村12、夕上村13、仙壇山村14、仙壇野村15、半野村16、東半野村17、半野野村18、中田町19、南半野村20、北半野村21、柳瀬村22、太田村23、中野村24、湯田村25、町。 下村 26, 稲美町 27, 南三味村 28, 井口村 29, 高瀬村30、山野村 31, 種田村 32, 福野町 33, 南野尻村 34, 広塚村 35, 野尻村 36, 東野尻村37.5、鹿野屋村38、出町。ありがとうございます。